こんちこわ、永遠の5歳児丸さんです。ありがとうございます。今日は伊藤ちゃんじゃないな、うん、そういうことでございまして、今日はなんとですね自分で受けてしまいましたですね、ハイブリッドマデヤンのイントロドーン、ご視聴ありがとうございます。では第1曲目、屋根より高い。さて、あ、今のが2曲目なんでしょう。はい、あれタイトルそのまんまでいいの？あの1曲目のタイトルが問題ですよね。は、まあ、あの出だしと同じ？うん、え、違う違う、黙って、あ、1曲目俺全然わからんかったっちゃけど、植木仁さんの往年の名曲ですよ。うんうん、私は別の方で知ってる。善人のないやつ、うん、俺んとこえっかーいってやつですよ。あれなんてタイトル、うん、あれタイトル、黙って俺について来い、のぼり正解私こち亀のりょうさんのエンディングってオープニングでしたっけ、なんか それで知ってる、そっちを使われたような気がしますねあ、そうやそうや、黙って俺についてこいのぼりでございました。第2問、これはいい曲かな。でですよ、最後のコインを祈りを込めてみんなに、嘘歌よね、はい、なんか今嘘歌ったね。あ、違った最初がなんだっけ、あれ飽きないよね、飽きない、違う、デザイアじゃない、涙につながるわけやろ。そうそうそう、何やったっけ、ほらこの辺いっぱいこう装飾があるじゃないですか。はい、なんでしょう、飾りじゃないのよ涙のリクエスト。でもあれ正解、飾りじゃないのよ涙、わーはどこ行った、わーがなくな、わーどこ行った、小さいことはこだわんねんだよ、ま、そういうとこやエキセントリック中川、発車します、出発おしんこお昼いかがお過ごしでしょうか。愉快な金の仲間と一緒に西畑のクローバーよりリアル収録、マスク着用で中市レディオ新事件とニュースで30分間やっております。今日も中川氏は平穏無事な一日を過ごしております。ではご挨拶を。こんにちは、こんにちは、なんやろ、何も考えとらんかった何も考えとらんかったミオさんでーす。どうする、どうぞ。じゃあ私、はい、今日ちょっと忙しかったです。その理由はまあ後ほど、あつみんです。イエーイ、今日はピンチバッターの松尾さんでーす。イエーイ、てなわけで糸ちゃんとですね、キトピーはお休みということでやっておりますけれども、なんかね平穏無事っていうのはやっぱりいいのかもしれませんね。なんもないし物価は上がってますけどなんやかんや高いですわ、なんとかしてくれ、うん、っていう丸さんです、よろしくお願いします。まあ物価上がってるって言うけどね、だいたい日本は物価がねもう今安いっちゃんね、なんでも、うん、あのビッグマック指数ってあるじゃないですか、うんうん、知らん、知らない、ビッグマック指数、はい、なんすかそれ、ビッグマック指数、ビッグマックってこう全世界で大体売ってるじゃないですか、うんうん、だからそこ、そのビッグマックの価格でその国の経済が分かる。で日本は安いんですよ、日本はもう今や貧乏な国ですよ、うん、あ、エコノミックアニマルはどこ行ったって感じですね、ね、だからそこをねちょっとまだね、うん、成長せないかんね、うん、日本もね、だってもう何十年も100円均一が100円であり続けてることがおかしいんですよ、うん、
アメリカも昔1ドルショップだったのが今はもう1ドルじゃないからですね。うん、なるほど、うん、経済評論家の妙さんからいいお話を聞けましたね。でじゃあもう次行ったらもう言うことないなら次行ったらお便りもありますしね。あそう今日は今日はで糸ちゃんがお休みと、うん、キトピーがお休みピンチバッターのマトさんがおります。今日はこの4人でお送りいたします。エキセントリック、なんだろう、言わなくていいです、言わなくていい、ね、つい釣られて言ってしまいました、ご紹介ください。喜んで、いやって言おろが、いやきついきついね中川よかったろー、ここはよかったこばーい、あれカレーパンチ今日バイバイキ言ってくれる人がいないからもうカレーパンチですいません、申し訳ないですちょっと今日大丈夫かな、原因が定まってないんですよさっきから、いじりずっといじりようけど、本当まあいいや、はい、俺が原因、編集で調整しよう、本当、はい、うん、まあ、どうしましょうか、お便りもう行こう、先に行こう、はい、はい、ですね、いつもいただく常連さんからなんですが、また長いやつ来たね、はい、とあの通知が来まして、長いやつ来たね、今回どんなかなと思って開いたら、おう、なんと3行です、あどういうことかなと思ったんですけどまあ、ちょっと読みますね、うん、どうも駅船の皆様こんにちは、いつも楽しく拝聴していたしております、おうおう、毎度で切れてるんですよ、打ち忘れ、いやいやどういうことやろうか、もうそのつもりなのかちょっと謎なので、続きがあるならお待ちしております、 S さん、そうですよ、そうですわ、おうおう、はい、であともう一通いただいております、こちらはちゃんとあのいただいております、紹介します、お疲れ様、あ、これあのラジオネームがないんですが、どのようにご紹介いたしましょうか、作ってください適当に、じゃあ S ママ S ママで、お疲れ様です、S、ママ、うんうん、欠かさずいつも楽しみに聞いています、うん、ありがとうございます、イントロのクイズ年齢的に分かるので楽しめてます、おほらほらほら、いつもよく考えつくなと感心しています、うん、丸さん相変わらずツッコミにめげず頑張ってください、頑張ります、ありがとうございます、斉藤優のワゴンの旅などなどでお仕事や駅船中川市のいろんなアピールができてめっちゃ良かったと思いました、妙さんのカートやレースのことや糸ちゃんのスポーツの話、あつみんのオタク系の話など知らないことや、うん、プライベートなこともいろいろ聞けて楽しいです、忙しすぎて最近はキトゥピーの塩梅良い会話の入りが聞けず残念です、そうやな、皆さん、うん、お忙しいことと思いますがさらなるご活躍されますよう陰ながら応援しています、健康第一どうぞご自愛くださいね、という嬉しいお便りです。あのもうあれもともと名前言ってなかったっけ、もうそこはいいんじゃないかね、そうですかね、うん、ねえさゆりさゆりママP 入った、 ありがとうございますありがとうございます、いや行けてないね、もう行く言いながら行けてないじゃん、本当にしばらく行ってないね、行ってないっすよ、うん、行かないかんちゃけどね、うん、そうだ今月誕生日だから行ったら一本もらえる、あ誕生月はいいんだ、ああそういうのあったね、ありましたよね、あるかな、いかんばいかんな、あるかな、まだ 俺のボトルはあるのかなないよね、あもう飲んだな、はい、ええよ別に、いやでもその行けてないっていうのもね、やっぱりなかなかもう忙しいですよね、この年度の変わり際っていうの、変わり際は本当ああでね、あの今日やらかしまして一発、うん、あの何を、明日、実は明日ね日曜じゃないですか、はい、まあ、収録は今日土曜日なんだけど、うん、で日曜日のね、朝からねイベントがあるんですよ、はい、そこのプログラムをね、3日前に入れたんですよ、はい、で昨日になってね間違えてるよって来てびっくりしちゃって
あのマイク向いて喋った方がいいですね、うんうん、でしょ今そう思いながら見てましたマイクでしょマイクの話はいいですか、うん、なんかマイクそういえば変わっとうやないですか、なんかね、だからそこで喋っても入らんってマルさんかっこいいマイクが目の前と横にあるんですよ。そうそう、あのね、そのイベントがね、ちょっと皆さんにはちょっと見せられないんだけど、こんなやつなんですよ。いや、それは乗せていいんやったら乗せましょう。まあ過ぎてるから、過ぎてるからもういいっちゃうけど、いや俺信用に関わるからあんまり乗せてほしくないんだけどここの名前が間違えてんの。あ、名前間違いは致命的で、それやり直し、そこはもうやり直しですか。で、印刷会社休みじゃん、みんな、はあ、だからね、バッタバッタ手配して、はあ、いやもう、あ、もう、いや、アシール、いやもう最終的にはね、あの筑紫口の、あの何ですか、あれなんだっけ、筑紫口、筑紫口の、筑紫口の、あのコピー屋さんで、あ、な、金工、はい、金工図、金工図さんで裏表コピーして、うん、でもそれでもやっぱりね、1枚印刷で200円かかるから、うん、何部200おばっかり損しちゃった痛いですね。でもその、違う、でもこれはね、これで印刷しますよって、うん、だけど、どこが最終的にチェック確認して漏れてるんですか、うん、言えません言えません言えません、だけどこれで印刷しますよって、ちゃんとマイクに向かって喋ってください言ったんですよ、うん、だからね、うん、そういうんでバタバタしても昨日から寝てないですよ、もうで一個一個、うん、あれも貼ったりさ、作り直したりさ、うんうん、大変でしたよ、もう年度末はやだよ、バタバタしてますせ、うん、年度末ってやっぱそういう、年度初めやね、うん、なんていうの、ポスター、うん、パンフレットの依頼もやっぱ多くなるんですか。多くなるで、まあこれはあの季節のいい時にやるイベントがね、うん、あっちこっちであってて、春と秋はやっぱ多いですね。多いですね、うんうん、ご年配の方々が動きやすいのかなって思いますけど、うんうん、いや私も今あのお便りにあったあのラッキーワゴンの旅ですよ。そうそう、来とった来とった、テレビね、見たまえ、はい、もうやっぱりテレビ影響すごいですね。何、電話とかかかってくる、電話もいは朝あってで、うん、なんか博多南駅からバスありますかって言われたんで、ここまで、うん、ないって言ってタクシーか、まあ、レンタル自転車か、でも自転車はおすすめしませんって言ったらガチャッと切られました、あそこからタクシーやったらいくらぐらい、いや、いくらだろう、3000円ぐらいかかると思うんですよ。そうですかね、うんうん、きついな、そうな、まあ、でもその後あのお客様おかげさまでたくさん来られまして、で皆さんなんかちょっとテレビ見た感じだったり、テレビで見ましたみたいな感じで来られたりとか、いやいや、だってあれさ、まるさんもテレビデビューしとったやん。そうすいませんね、なんか出とったね、歌ってるところが、そうワイプ抜きで、なかなか中川の CD を置いてるんで、うんうん、それをパッと見つけられたんですよ、うん、でもうチャンスとばかりに、あ、これですねみたいな感じで、もうめっちゃ放送された分よりも何倍も多く私熱く語りまして駅線のことを、うん、でもうその場ですぐスマホで検索して、これですかって言って、うん、で、あ、それですそれですみたいな感じで、うん、で、まあ、CD 開けて歌詞見ながら曲流しながら、あ、 CD 上げればよかったのに、いやで勝手にで、いやいや俺上げていいやんなので、なんか聞いてくれて、うん、まあその歌詞とか内容にいろいろツッコミも入れられましたけど、うんうんうん、あれ俺ちょっと放送見れんかったんじゃけど、はい、あれまるさん歌ってるのは曲もちゃんと流れたと、曲もちょっとワイプ抜きこんくらいで、うんうん、その時音も流れ、音も流れてた、なかなかって言ってましたね、そこで、ね、それ5秒か10秒くらい、そんなもんやったけど、ありがたい、おわ、なんか長くなっとるけど、エキスピ行こうか。もう行きますか。おいえい。まだもうちょっといいですけど。はい、じゃあ、です。なんだ、展開。エキセントリック中川。エキスピでございます。今日は。ミオさんのピットイン、イエーイ。今日はね、ちょっとモータースポーツじゃないんだけど、うんうん、まあ、どっちかというと私の仕事に近いかな、まあ、仕事 にもなるかな、私が最近ドローンを買いまして、ドローン、ドローン、ドローン、忍術、何、ドローン、あ、それドローンですか、すみません、ドローンさせられちゃいますよ、ドローンさせられちゃう、編集で前々からね、ちょっとドローン欲しいな、
買おうかな欲しいなとか考えてたんですよ。で、まあ、機種とかもずっと調べたり、まあ、当然そのドローンっていろいろ法律もいろいろ関わってくるんで、飛ばせるとこ飛ばせないとこね、で調べて、まあ、どういう機種がいいかなとか調べてたら、アマゾンでタイムセールよくやるじゃないですか、アマゾン。はいはい、うん、だその時に結構安くなったんですよ。でもうタイムセール見た瞬間即買いしたんですよ。で、まあ、その買った機種がね、DJI の Mavic Mini っていう機種で、うん、まず DJI っていうのがね、もう今ドローンで大体シェアが全もう世界で7割ぐらいのシェア、うん、日本国内でも7割のシェアですね、うん、DJI、中国のメーカーです。へー、もうドローンは特にもう中国が先進ですね、うん、日本も作ってるけどほぼ産業用で、ね、今回買ったのがそのMavic Miniって言って、これなんですけど、まあ、また画像は載せとこうと思うんですが、これね、うん、白のボディにこれプロペラガード、プロペラガードもついてるセットのやつ買ったんですよね。全部バッテリーも、3つセットになってたりとかね、単体じゃなくてセットのやつで、だから、まあ、外飛ばすときはこのプロペラガードはやっぱ軽くしたいんでつけないんですけど、家の中とか飛ばすときはこれつければこう当たっても大丈夫なんで。そうだよね、家具とかに当たるしね、うん、人に当たっても大、まあ、大丈夫なんで。プロペラが折れるのを防いでんだろ。いや逆ですね、逆なの、人に当たらない、当たったら人は怪我する、うん、怪我するから切れます。へえ、おっかないね、うん、大体30センチ真っ赤くぐらい でここに、うん、199グラムって書いてるんですよ。おお、あ、本当だ、ね、わざわざここに書いてる理由があるんですよ。あとここにこれ自分でシール貼ってるんですけど、これは6月20日から義務付けられる国土交通省にこの機体を登録してるんですよ。へー、もう今6月20日からだけど、もう今事前に始まってるんで、もうあらかじめ登録して番号をもらって、でこれ自分で貼るんです。番号、そのシールはその国土交通省からもらってくるわけじゃない、自分で貼るんです。作るの自分で。あ、そうなん。もう手書きでもいいし、あ、番号が分かりさえすればいいんや。そうです、そうです、まあ、いわゆる車でいうナンバーですね。だからこれがどっかに落ちたりしてしたら、これをこの番号を国土交通省に問い合わせればどこの誰さんか分かるっていうやつですね。なるほどなるほど。登録するのに、マイナンバーカード持っててクレジットカードで払えば900円ですね。免許証とかだったら1400円とかそれぐらいの登録料がいります。でその、まあ、これのスペックとしてはまずその 199g っていうのと、あ、ちなみにこれね、だからそのセールで3万8000円ぐらいです。だからだいぶお手軽、安い。でちゃんと、GPS ですね、GPS も内蔵してて、あとジンバルですね、こうカメラがあるでしょ、はいはい、機体がこう動いてもカメラが動かない。へえ、だから映像を見たでしょ、うん、映像全然動いてないでしょ、ブレてないでしょ、うんうん、カメラが常に水平保つのがジンバルです、ね、へえ。これはそのドローンだけじゃなくて、普通にあの手持ちで撮影する人とかもそういうジンバルっていうのがあります。へえ、はい、それが応用されて、まあ、ドローンにもジンバルが応用されている。だからまあ、これ安くてちっちゃいけど、まあ、ドローンとしての最低限のそういう GPS とかジンバルとかはついてるタイプなんですね。で GPS ついてるからちゃんとホバリングしてじーっとそこにいます、あ、操作しなければ、うんうんうん、で、だいたい飛行時間が18分、その軽いとやっぱり飛行時間が短くなります。500グラムぐらいある機体だったら30分ぐらい飛べます。でも18分あれば結構取れるよね、はい、まあそうですね、上がってでまた戻して、うん、まあ、バッテリー変えて飛ばしたりすればいいしですね、うん、ただあんまりだから遠くに行けないですね、うんうん、帰ってくることを考えると、まあ片道9分、うんうん、それが例えば調子に乗って行きまあ、9分ぐらいいいかなと思って飛ばしたら、行くとき追い風で帰るときに向かい風だったら帰ってこれないとかいうのが、はい、あります。
で大体これ伝送距離、映像の伝送距離もちょっとこれは短くて、うん、2キロですね。じゃあその中で録画するんじゃなくて、映したやつを飛ばしてこっち側で録画するわけ。録画はここに SD カードが中に入ってます。あ、ついてんだ。中に録画します。でも当然画面見ながら操作しないと遠くまで行ったらもう分からないから、だからすると常に映像は送ってきます。で、スマホで映像を見ながら操作します。スマホでやれるんや、はい、すげえな。で大体いいやつは6キロぐらい届きます。これは2キロですね。でその199グラムっていうのが、航空法ですね。航空法で200グラム以上が無人航空機っていう扱いになります。だからこれはその無人航空機に引っかからないギリギリを狙った機種なんです。だから199グラム、はい、でここにその199グラムってわざわざ書いてるんですよ。なるほどね。じゃあそれで何が変わるかというと、あとよく聞かれるのが免許、免許がいるんですかって聞かれるけど、うん、今のところドローン飛ばすのに免許はいらないです、うん、でいろんな民間のスクール、ドローンスクールが免許をそこ通ったら免許を出してますけど、まあ、それは飛ばすのに必ずいるもんじゃなくて、まあ、なんか例えばドローンで仕事をしたい人とかが、まあ、免許持ってますよってなるとちょっと仕事が有利になるかなとかいうための免許ですね。国家資格だとか車の免許みたいなやつとはまた別っていうことやね。そうです、まあ、国家資格はただですね、うん、今年年末ぐらいに出るかもしれないです。なるほどなるほど。国が定めた免許が出るかもしれないです。でそのに航空法で200グラム以上、うんうん、だからこれじゃなくて200グラム以上のやつはどういう制限があるかというと、まず人口集中地区ですね。これ DID っていうんですけど、その人口集中地区では、許可がいる、飛ばすのに、うんうん、国土交通省の勝手に飛ばせない。それから、空港から150キロ範囲も許可がいります、うんうん。それから高度150メートル以上、これも許可がいります。で、それから夜間飛行もダメです、暗い中、うん、それから目視できない飛行もダメです。うーん、目で見えてる範囲ですね、うんうんうん、では目視できなくなる飛行は許可がいります。うーん、っていうふうにいろいろなところで許可が必要になってきます。あと道路、ね、道路を離着陸するときは警察の許可がいります。 ね、あと道路上を低空飛行するのもやっぱり警察の許可がいります。飛ばせるとこねえじゃんよ。そうです、ないんです、はい。で、まあ、結局どこにも許可出さずに飛ばせるのは屋内、あ、室内だけ、はい、それと、あと自分の土地、あ、ただその自分の土地がさっき言った人口密集地にかかってればやっぱり許可がいる、うんうん、自分の土地でも、うん、それからその自分の土地でも空港の近くだったら許可がいる。そりゃそうだな、うん、っていうふうにですね、なかなか飛ばすのは難しいんです、ドローン、うん、はい、特に200グラム以上のは、ね、じゃあどこも外飛ばせないと。だからこれは199グラム、ああそうかそうか、うん、それはいいんだ。で、ただ200、この200グラム未満、199グラム以下でも、150メートル以上はやっぱ許可がいります。上空はですね。いや、ちょっと聞いていいかい？はい。どうやったら150メートルって分かるわけ？下から目視してるだけでしょ？画面に当然出ます。あ、出るの？はい。はー。それから、だから、あと、制限もかけられます、設定で150メートル以上行かないようにとかいう設定もかけられます。この前ほら見たよ、どこだっけ、飛ばしてたろ、はい、うん、あれはよう撮れてるよね。撮れてるおじいちゃんかよおじいちゃんね、はい、で、まあ逆にとか先にあれだな、ただこれ199グラムで、だからこれは人口密集地でも許可取らずに飛ばすことはできるんです、今のところ。
ただ地権者の許可はいるんですね、飛ばすところの地権者とか、なんか施設だったらそこの管理者とか、うんうんうん、だからそう考えると、まあ、これでもやっぱり飛ばすところはかなり限られてくる、うん、許可を取って飛ばさないといけない、うん、でさらに6月20日で航空法が変わります。お、厳しくなるのかな、うん、6月20日からは 100g 以上が無人航空機になるので、あら引っかかってくんじゃん。これはだから今現在の 200g 以上と全く一緒になってしまいます。あら6月20日からは、うんうん、飛ばせねえじゃんよ、ますます飛ばせなくなるよ。だから許可を取らないといけないんです。だからもうそこはもう許可を取って飛ばします。うん、国交省の許可を取るのはですね、あのネットから意外と簡単にできます、うん、しその飛ばすごとにイベント、撮影ごとに許可を出す方法もあるし、包括申請って言って1年間とかいう許可の取り方もあります。だからその許可を取れば基本的にはあとは地権者だとかそこら辺の問題ですね、警察とか道路と使うなら、へっていう風になってきます。やっぱり事故があるからですね、事故があったりするし、はい、で逆にですね 99g 以下、じゃあ今後もその、申請がいらない 99g 以下のドローンっていうのもありますけど、もうそれはほとんどやっぱりもうおもちゃ、まあ、トイドローンですね。で大体もう 99g 以下だったら当然 GPS とか搭載できないし、ジンバルも搭載できないので映像もブレるし、ホバリングも安定しないし、まあ、最近性能いいから室内だったら安定します。でも外に出るともう風で流されます。だから大体 99g 以下ってもう室内用ですねになります。前ね、なんだっけ、ふるさと文化財課とかにね、ちょっと話言ってたら、あの上から撮るとき、なんか気球にね、はいはい、カメラ乗っけてね、ずっと上げて、こうブラブラしながら撮ってたよって言ってましたもんね、はいはい、今それがもう撮るんだけどね、安定した映像になってるよね。とか、よくある学校の周年行事とか、セスナーで撮ってたでしょ。そう、はい、あの一文字作ってね、うん、校庭にね、それがやっぱり今、ドローン、はい、です。なので、まあ、もうこれ買う時点から分かってたんですけど、その6月20日からこれも航空法に引っかかるようにはなるっていうのは、まあ、でも、まあ、安かったし、6月20日以降もその、まあ、これはこれなりの軽さのメリットもあるんで、うんうん、まあいいかなと思って、ただこれ飛ばしてるとやっぱりますます欲は出てくる、まあ、もっと高く上げたいとかなので、今これプラスもう一機今ちょっと欲しいなって、アマゾンでカートに入れて、ちょっと考えてます。なるほど、うん、そういうことか、はい、あれも撮ってたね、ほら、カートのレース、もう何回か、はい、カートのレースもさ、ドローンかなんか撮ってるのあった、あ昔でしょ、うん、はい、あれもドローンちゃろ、ドローンですね、 あれはだから私の知り合いがあのドローン飛ばし始めたんです、そのまだあんまり誰も飛ばしてない頃、ゆるゆるの頃に、はい、だからあのところは本当許可いらなかったからですね、それで結構撮ってもらいました。いや撮れたなと思ってました、はい、でこれ今プロペラガードつけてるからですね、飛ばせます、ここで。うっすー、でもね、飛ばすとね、結構風が来る。で、軽いものは飛んでいく。大丈夫かな？あの、ここにある多分、原稿。原稿をこう押さえとけば。かわいい音がする。あ、手のひらから。まだ今、つながってない。ここと繋がるんですね。おぉ。繋がった。みおさんの。スマホから飛び始めてから終わるぐらいかな、手のひらから今赤いランプがピカピカしてる。あ、まだ今離陸できませんGPS が室内なかなか取れないからですね。あ、そっか、室内だし、うん、終わってしまうね、終わってしまうね、こい、飛ばない飛ばない。まあまたね、
ドローンの話は先々、それ私が新しい機種をまた買うかどうか交互期待、うん、そこら辺はお話ししたいと思います。丸さん、タイミングそろそろ。ではまた次週お会いしましょう。